今からプレートトレーニングをしていきたいと思います。まずはドアが閉まった状態のハウスの中におやつを何粒か入れていきます。これは中に入りたいっていう気持ちを育てていくために、まずはドアを閉めて行っていきます。で、十分に意識が中に向いた時にドアを開けていきます。いい子、お利口さん。中に入った時に言葉でしっかり止めていきましょう。で、この時まだドアは閉めずにいつでも自由に出れる状態にしてあげてください。いい子だね、お利口さん。で、出てこないような中にご褒美あげてあげてください。よし、いいよ、いい子だね。で、もう十分中に入る意識はついているので、中におやつを投げ入れてあげます。いい子だね、お利口。いい子だね。 U ターンできた。で、 U ターンができるようでしたら、 U ターンした時にここで一粒あげていきましょう。よし、いいですね。で、もうおやつを投げ入れたらスムーズに入っていけるので、ワンちゃんが四つ足すべてハウスの中に入った時にハウスという言葉をかけていきます。ハウス、いい子で U ターンで一粒あげていきます。よし、OK、いい子で、出る時は必ずよしっていう合図で出るようにしていきましょう。ではもう一度置きます。ハウス、いい子だね。よし、よし、よし、はい、では今度ドアを閉めていきます。ハウス、いい子だね。で、投げ入れて一つで U ターンで一つ、食べてる間にドアを閉めていきます。で、ドアを閉めたらドア越しに一つでも氷をあげていきます。で、開けて出る前にもう一粒あげていきます。で、よし、で、出た。で、ドアを開けた時にもう一つあげる理由としては、ドアは開いた瞬間に飛び出るのを防止するためですね。開けても勝手に出ずによしの合図を待つっていうことを教えていくためにご褒美を使っていきます。なので、この工程でご褒美を4粒使っていきます。ハウス、いい子で、ここで2粒目ですね。で、ドアを閉めて3粒目ですね。で、ドアを開けて4粒目で、よしですね。ここまで来るともうハウスから出たくなくなるぐらいハウスが大好きになっていきます。よし、よし、はい。で、これで中に入っている時間を少しずつ伸ばしていきます。これでプレートトレーニングが以上になります。